本家満足自治権は中華、人民共和国領名称本家市に位置する自治権。本家県は本家市東部、大子川の上流に位置する。東は関人市満足自治権、広市治満足自治権両県に境界を接して、北は新品満足自治権、武順県両県が連なり、西は本家市、両養市両市に境を接し、南は 大鳥城市に接する。石止め、滋養競争に効能があると言われる、ゴミ市の生産地。また、その他の漢方の栽培、生産などの産業が行われている。旗、漢、儀、新大までは、両東軍に属する。北儀、北西、随大は、高栗の領土となり、東大に安藤と五府が設置され中原東地に組み入れられた。両大は、東なる軍。 両養府、近代は両養府、現代は両養炉に帰属した。秋尾になると草川千古書が設置された。1386年に東、根井守に改められる。行政区画としては1906年10月、政庁により設置された本経験を前進とする。本経験は、民国、満州国、 新中国に沿い重ねされた。1952年の本慶拳を撤廃し、本慶市に統合されたが、1956年、再び、本慶拳が設置された。1989年に、本慶満足自治権と改編された。一街道弁事所、重鎮、一橋を管轄する。本慶市中心地まで40キロメートル、新洋まで100キロメートル、 信用もも線国際空港まで 85km、大連まで 340km の位置にある。ありがとうございます。